そしてまた一人の生命反応が消えた。なんとか持ちこたえてはいるけど、もう生存者が残りわずかなの。あんなにいたのに予想以上の苦戦か。やっぱり立ち向かえる相手じゃなかったのよ。本当に必要だったのかしら、これだけの犠牲を払ってまでして。また一人死亡。もうあと一人しか残っていないわ。我々の呼びかけに応えた人たちだけが生きられる現実。しかしそれはこんなにも遠い。ねえ、ちょっと聞いてる？侵入もできずに全滅したら覚醒そのものがダメになるのよ。これでよかったの？死んでいった同胞たちは何も知らなければ別の現実を生きれたはずよ。そんなこと言っても無駄か。でも彼しか残っていないなんて。どうしてそんな気がするんだろう。どうして彼だと。そう、多分彼だわ。彼だけは一人生き残ってるんだわ。彼なら塔の中でも生き残って第二班の私たちと合流できる。確証のない予感か。これこそが私の生きてる現実。